感染、その他、計画、建設中ピレウス駅ギリシャ国鉄、またはギリシャ鉄道は、ギリシャの軌道等の鉄道インフラストラクチャーの保有、運営管理と、鉄道車両を保有する、国営企業体。これらの施設を借りて、旅客、貨物輸送を行っているのは、ローアルファイオタニューオミクロンシグマ、と呼ばれる別企業で、他の EU 諸国と同じく鉄道事業者が、 上下分離され分社化された結果である。ギリシャ国鉄は1920年に設立された旧ギリシャ国鉄を1971年に承継した企業体である。欧州共同体の指令に基づき鉄道事業の運営をインフラとサービスに上下分離を行い、従来のギリシャ国鉄をインフラ保有、運営管理の存続会社とし、新たに設立したトレノセに旅客、 貨物サービスを移管した。旅客と貨物事業の分離は2005年12月から開始され、当初はギリシャ国鉄グループの関連会社として始まった。その後、EU 指令を遵守するため2006年にはギリシャ国鉄からの運営の独立を行った。2007年7月にはアテネで近郊鉄道を運営していたプロアスティアコス社を吸収合併した。2008年12月には ギリシャ国鉄が保有していたトレノセの株式はすべてギリシャ政府に売却されギリシャ国鉄から完全に独立することになった。トレノセはギリシャで唯一の鉄道サービスを行う企業であり総延長 1500km 以上の鉄道ネットワークを用いて1日300本以上の列車運行し年間1500万人以上の旅客輸送と450万トン 以上の貨物輸送サービスを行っている。ギリシャ国鉄の主要路線であるピレウスからアテネを経由しテッサロニキ間の路線は、伏線電化された標準機テッサロニキからマケドニア国境の井戸目に間は、単線電化された標準機アテネからペロポネソス半島方面への路線は標準機と狂気の部分が混じっている。二千七年現在の国鉄路線の総延長は、 標準機路線が 1665km、狂気路線が 725km であり、内主要幹線であるアテネからテスサロニキ間は 520km で、ある。ギリシャの三大都市圏であるアテネ、テスサロニキ、パトラの近郊路線を運行する列車は、プロアスティアコスと呼ばれている。メートルゲージの路線2011年に廃止された、メートルゲージの路線。ありがとうございます。